今日は何をするんですか。何をするのかと言いますとですね韓国の通販サイトを使ってお互いにコーデをし合うっていう企画なんですけど、はい、ゴーゴーシングっていう韓国のファッション通販サイトがありまして、そちらの方を使って今日お互いのコーデを考えていこうかなと思います、はい、お互い1万円以内で組んでいこうと思います。こちらのサイトはですね、韓国が好きな子はもう結構知ってるサイトだと思うんですけど、うん、韓国ファッション好きの人にはね結構おすすめなサイトなんじゃないかなって思います。じゃあ早速サイトを見ていきましょうか。はい、こんな感じでねサイトを開くとこういう風になってて、ここにアウター、 T シャツ、ニット、ブラウス、パンツ、スカートとか分けられてるので結構見やすくなってます、うん、確かにこのサイトよく見て買ったりするんですけど、うん、安いんですよね。すごい1000円台とか2000円台のものが多くて、安いし配送が結構早いんですよ。在庫がある商品だと最短3日で届くみたいです。5000円以上で配送料が無料なので、多分5000円あると2、3個は買えるんじゃないかなって思います。うんうんうん、うん、確かに値段的に、うん、韓国って言ってもいろいろジャンルがあるじゃないですか。デートだったりとかポップとかカジュアルとか結構いろんなジャンルがあると思うんですけど、オールジャンルのね韓国の欲があるということで、うんうん、で今回は私がネオちゃんに選んだのは結構フェミニンな女の子らしい感じのお洋服を選びました。らしい。ネオは普段結構カジュアルな服を着るので、キノちゃんにカジュアル系の服を選びました。もう事前に選んで届いているので、はい、早速着ていきたいと思いまーす。はい、キノちゃんが選んでくれたコーデこちらになります。絶対こんなコーデしない。ネオ、キノちゃんが普段履いてそうなこのチャイルスカートにちょっと茶色っぽいブラウスに白いこれを羽織っております。あのですね、これをまだお互いにコーデを見てなくて、違う部屋で着替えて違う部屋で撮影をしてるんですよ。なので今から初対面をしたいと思います。きぬちゃん、はい、かわいい、かわいい、スポーティーな感じになりました。はい、どうですか。めっちゃかわいい、絶対こんなきぬちゃんコーデしないので選んでみました。はい、こちらはですね私が好きな服装を選びましたネオちゃん結構カジュアルな感じの洋服が多いんですよね。で、なんかこういうねヒラヒラしたスカートとかこのフリフリのブラウスとかあんまり着てる印象がなかったので、チェックとかこのベージュとかで秋っぽさを出して、うん、袖がダボっとしたカーディガンを羽織ってもらって、もうかわいい、よかったよかった、かわいい、選んでる時から想像してた、あ、かわいい、かわいいはい、じゃあ次ネオ。ネオが履きたい服を選びました。最近黒白がすごい好きで、なんかスポーティーなダボってした服が欲しいなってずっと思ってたので、ネオが着たい服を選びました。これ上下セットで、ね、このラインがあると足長効果があるんですよ皆さん。そうなんですか。イエーイ、うわかわいい、フードもついてるのでフードかぶることもできます。超かわいい。いいよこの格好した方がいいこれでキヌちゃんは1万円いったんですけど、ではこれだとまだ1万円いかなかったのでもう1着選びました。なのでもう1着着替えていただこうかなと思います。はい、行ってきます。お願いします。はい、キヌちゃんが2着目着替えたということで早速着ていただきましょう。キヌちゃん、あーいい、かわいい。はい、こちらですね。可愛くないですか。これ後ろがものすごく可愛くて、こんな感じで、なんだろう、タグっぽくてめっちゃ可愛いなと思って選びました。あとこの最近流行りのこの袖のこの色とここの色が違うのが流行っててお化け袖になってます。で、下にスーツっぽい生地の短パンを選びました。はい、足が細いですね、やめてください。はい、今日は寝起きりでお互いのコーデを選んで交換していこう動画にしたんですけど、どうでしたか。やっぱりいつも見れないネオちゃんが見れて私はもう嬉しくて、後で写真をいっぱい撮ろうと思ってますやっぱでも本当にあの1組に来たあのスポーティーな服は見たことなかったので後で写真を撮ろうと思います。皆さんも友達とこうコーデを交換してみたりとか、ゴーゴーシングっていう通販サイトを使って韓国の洋服を買って写真パシパシ撮ったりとかいろいろしてみてください。はい、今日の動画はこれです。明日の動画はこちら